いやいや芸術の秋ということでちょっとお伺いしたんですけど、はい、なんか可愛いお子さんがいるじゃないですか。ああそうなんです、あの1歳の、いや、まあはい、1歳のお子さんで保育園の帰りにあのリトミックを受講してくれてたんですけども、はい、そうなんです。どうしてもこの雰囲気だとこう大人が音楽、楽器をするだけのイメージがあったんですけど、うんうん、小さいお子さんもこちらで楽しんでらっしゃるんですね。はい、最年少があの1歳のお子さんからあのリトミックというあの音楽をあの体験できるあのレッスンをしています。もちろん音楽を楽しむというような内容でレッスンはしているんですけど、例えばあのどんぐりを使ってあのピアノでドを鳴らしたらどんぐりを取りに行く、レを鳴らしたらレモンを取りに行くみたいな、うん、あの耳を養うようなレッスンも、はい、力を入れてやっています。こう大人になって何か始めたいときに絶対これはためになるというか、はい、役立ちますよね。そうですね、そうですね、大人になったときにあの時習っといてよかったなっていうのは、はい、あると思います、はい、そして今先生が持ってらっしゃるその可愛いウクレレ、はい、はい、こちらこのコースはしっかりと皆さんこうウクレレやっぱり手軽っていうので習い始める方多いみたいですよね。はい、そうですね、ウクレレもあの最近とても人気の楽器で、こちらにあのレンタル楽器なども用意しておりますので、もし楽器をお持ちじゃない方でも気軽に始めていただけるというね、はい、魅力もあります。じゃあぜひこのミオンさんに来て鳴らして楽しんでもらいたいです ね、はいはい、ですね、眠ってる楽器をぜひ叩き起こしてみましょう。はい、そして先ほどから先生持ってそのチケットすごく気になっちゃってるんですが、それは一体何なんですか。はい、こちらはですね、あの今、今年の8月からマルタス、丸亀市の市民活動センターマルタスで、ボーカルのグループレッスンを行っています。大体今ちょっとレッスンしているのが月に2回ほどなんですけども、グループレッスンで、ワンレッスンあののチケット制で受講することができますので、はい、そちらもあの興味があればぜひ参加してください。10月も2回ぐらい開催したいなと思っております。詳細はぜひお電話でお問い合わせください。はい、そしてこの教室自身も、はい、そういったボーカルであり、はい、もうねいろんな音楽に触れるチャンスってありそうですよね。はい、そうですね、今あの今日ミオミュージックでやっているレッスンは小さいお子様から初めての大人の方までのピアノレッスン、うん、コード、ピアノ弾き語りなどから、ボーカルのレッスン、そしてギターのレッスンというふうに、いろいろなコースでやらせていただいておりますので、はい、興味のある、科目ですね、ぜひ受講してください。今年は何かをこの最後何かをチャレンジしたいという方はぜひミオンさんで音楽会ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。ありがとうございました。